今朝食兼昼食を作っております。本日はですね、2023年の1月の2日でございます。ということは撮ってそのまま流させていただくという恐ろしいことをやってますはい、今日もすいません、ワンカットで無編集でもありますが、今日はですね、なんとおせち料理を昨日の動画でチラチラチラと出させていただいたんでございますけれども、はい、お昼過ぎには全部食べてしまいました。でお雑煮を作った、お出汁をたくさん作ったので、それでその前の日に私がリーマンパパは年越しそばで、私は年越しうどんということで、うどんを昨日の夜は2人でもう一回、この平たい、これね、このぐらい全部太いんです。これを2人で食べました。でね、ちょっと私言い忘れたんですけど、年越しそばっていうのは多分、うちの母親曰く、今ねパスタ茹でてます、曰く細く長くね、健康で生きていくということで、はい、私はですね、そば粉アレルギーということもあるんですが、そば大好きなんですけど、年いってからアレルギーになったっていうね、はい、私は太く、ずー太くいこうじゃないのっていうことで、でもね、うちの母が元気だった時も、みんな年越しそばを食べてる時に、私と母はおうどんを食べていて、これね、おうどんを母が食べる時に母が言ってたんですよ、太くずぶとく生きるってはい、ということで、このちょっと平たいですけどね、このおうどんを食べさせていただいたという、もうこれもう暮れの話で、去年の話で、はい、で今日はですね、そんなわけで、全部食べてしまいましてで冷蔵庫が、あとリーマンパパがサラダが欲しいってことで、いつもねサラダを結構食べてるんですよ。でお正月ももうサラダが食べたいだろうなと思って、サラダの用意だけはしといたんです。なので今日はですね、レタスに、サラダほうれん草に、そしてトマトにベビーリーフに、スナップエンドがあったので、これも描きました。そしてかぼちゃもですね、ちょこっとだけ年越しの天ぷら、そば用の天ぷらをパパがかぼちゃ好きということで、かぼちゃを小さいの買ってきたんで、それでも何切れかしか天ぷらにしなかったので、その、余ったじゃないな、残しといたこれ肝心ですよね。余ったって言って、なんかあまりもね、かわいそうですけど、いや残しといた、美味しいから残しといたかぼちゃをですね、湯がきました。でこれサラダに入れます。それでレンコンをですね、酢レンコン作ろうと思って、生酢をね31日に作ろうと思って作らないで寝ちゃった。酢レンコンを作ろうと思って作らないで寝ちゃった。でね、白菜の酢漬けも作ろうと思って作らないで寝ちゃった。で白菜はまだ大丈夫な、後でね、ちょっと白菜の酢漬けを作っておくと、その酢漬けがピクルス、サラダに一番好きなピクルスを買い忘れてますねまあいいよ、でも白菜をピクルスにしてね、後で。で今日は今のこの、朝食と昼食のサラダはちょっとピクルスない、白菜のピクルスないですけれども、後で作っといて、これだけ野菜がありますからね、ちょこっと野菜を出しては、はい、ピクルスを、白菜ピクルスをちょっとのっけただけでも、それでドレッシングになるんですよ。それとソルトのスパイシーソルトを入れると、サラダのドレッシングになりますので、なんかやこしですねそれではサラダを作りますが、そのレンコンね、酢レンコンにできなかったレンコンを、こっちはね、あと4分でパスタが、このパスタも去年のクリスマスに、トナカイさんおにぎりを作る時に、この角のようにこう刺すっていうやつでね、で
インスタで見たその写真がですね、この角の部分がなんかね硬いんですよ。ピッて刺さってて、これ今みたいにねこんな風に湯がいてしまったならば、これおにぎりに刺さらないだろうと。これいい感じですね、いい感じですね。よしよしよしよ、こんな感じでね、うん、刺さらないと思うこれ。そしたらね、あのコメントで、あ、それは素揚げするんですよって言って、そうよね、素揚げですよっていうことで、あのサラダ話がごっちゃごちゃ。はい、そういうことで、あのこのレンコンをですね、スレンコンになりそびれたレンコンちゃんたちを、はい、薄くスライスして、これね、あのスライサーで、スライサーもねピューラー使ってるんです。わざわざスライサー買わないで、もうこれ太いの買ったらもうあのスライサーにもなるしピューラーにもなるし、これをね素揚げしていきます。それでサラダに歯ごたえのパリパリって、そう、サラダにねワンタンの皮の揚げたのパリパリ入れるのが好きで、これね居酒屋さんで教わったんですけど、あのはい、それもないので、はい、あのパリパリはレンコンにいたしました。はい、それではレンコンを、あと2分ですね、パスタは。これを170度ぐらいしますかね、170度。はい、そうしましたらですね、あのもうサラダを盛り付けて、はい、あのドレッシングはですね今日は作ろうと思います。簡単にね、まずこれ揚げてしまいますね。皆様お正月2日目おせち料理作ったりとか、お正月のお疲れ出てませんか。もううちはですね、昨日なんかこうお雑煮とほんのちょっと食べたいものをやって、もうお正月おしまいでございます。もう日常でございます。はい、我が家は。どうどう、あと2分ね。でね、今ちょっと一回さっき温めたので、あ、手元ね、あ、ちょっと携帯、今日パパがいるから、パパさん、はい、お手すきですか。ももさんと寝てます。あ、もう一個の携帯いただいてもよろしいでしょうか。どこにあるの。あ、どこにあるだろうね。あ、充電してるかもしれない。いいでしょうか。あ、ありがとうございます、はい、ちょっと消毒したいのでシュッシュいただけますか。はい、お休みのところ申し訳ございません。いえ、ももさんがまたマッサージ。マッサージ係や ね, ね。あと20秒。よし、それでは揚げていきますよ。あ、パスタね。パスタ、パスタ。パスタ、パスタ。ちょっともう一回、こうやってやってるうちに湯がきすぎちゃうんだよね。分かっちゃいるけどやめられない。あ、スイスイスイタラッタスラスラスイ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 タラッタスラスラスイ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 。ああ、何を、皆さんはよく見えている。じゃあいきますよ。これが反応しない、反応しない。はい、OK です。パスタ OK、パスタ OK だけどちょっとオイルまぶしとかないとちょっと大変じゃないのみたいな感じですね。あ、これでいい。ちょっとこれをオイルをまぶしておきましょう。パスタ、これほうれん草と人参と普通のパスタとなんか野菜がベジタブルが混じってるような気がする。あら、綺麗だわ、かわいいね、このひねひねが。これ大丈夫、ひねひねが可愛いざます。これでね、
付け合わせができたのできるので、サラダもね、そのサラダだけで、サラダボウルだけでちょっとバランスが取れてお腹いっぱいっていうね、こういう休みの日は手抜きしても、まあ天ぷらやったら手抜きじゃないかもしれないんですけど、まあまあたまに。艶やかで綺麗だよ。あ、皆様、今日はただのサラダでございません。今日は後ほどすごいことが起きます。何が起こるか、さあお楽しみということで、レンコンを素揚げします。これ跳ねそうな、でもだいぶ水切りはしたので、いきますよ。これがね、私の指に反応しなくなる、反応しない。これ一枚一枚いきたいよね。どうしたらいいの。まいっか、まいっか、出ました。カリカリになるんやろうか。これ高温のがいい？180度にしてみる？これちょっと時間かかりそうですね。皆様、ね、お孫さんとかお子さんとか今年はいらっしゃってます？クレニートリマーさんが31日の朝にワンコのね、うちの子たちの来てくれて、なんか親戚の子たちが来るって言ってましたね。うちは密かにリーマンパパと子供たちと4人で過ごしております。あ、急に茶色になったよ。いいんだけど、これシュートも何とも言わないんだけど、これ上がったところをこんな普通のところをダラダラ撮って、皆様すいませんね。まあちょっとお休みだと思うのでね、お仕事の方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとダラダラとクミンチャンネルをご覧いただけたらありがたいです。これもうちょっと貯めてからにしようか。ちょっと行きますね。タッタカタッタッタッといきますよ。この後ね、メインイベント、来るコーナー、デンジャラスアコーニー。赤コーナーのデンジャラスアコーニーがないね。あと1回だな。あ、その間にドレッシング作りましょう。もうね、皆様お待たせして延々お料理 してるわけにはいかない。はい、赤玉ねぎを刻みました。でサラダの中にも入れるように、リーマンパパの家庭では温野菜を食べる習慣があまりなかったということで、人参も、かぼちゃと一緒に温野菜にしたんですけれども、一応生の
人参と赤玉ねぎのスライスを作りました。でこれドレッシングですね。赤玉ねぎをまず入れました。赤玉ねぎ、これさらしてません。あら、これ一瞬にしてなんか黒くなるわ。ちょっとお待ちくださいこれあら、一瞬にしてもうちょっと、これカリカリになってんのかしら。あ、なってる。これうん、あ、チップ美味しい。これ塩かけたらこのままいけそう。うん、ポテトチップみたいな感じがする。レンコンチップもあと1回で終わりますね。あら、ちょっとすいません、ドレッシングの説明がまたこっちに来ちゃいました。今日あの今年はですね、あの空民家はいろんなことがありそうでございますよ。新しい発展がね、いい発展だといいなと思うんですけども、入れちゃい、始まりました、この入れちゃいが。相当相当でも時間差で入れてるからくっつかないような気がするんだけど、はいはい、サラダのメインイベント、メインイベントはこれからでございます。皆様、画角の中に何か見つけてますか。画角の中に、はい、間違い探しではないんですけど、画角の中に何か見つけてますか。あ、これ今のうちだね。はい、ここにですね、はい、ここにですね、マヨネーズと、うちあんまりマヨネーズ食べないんです、あの小さいのをね仕入れてるんですけど、ちょっと後で分かるようにマヨネーズと、本当はねレモンの絞り汁入れたいんですね。レモンがないです。でケチャップをちょっと、ケチャップちょっとですね。そしてブラックペッパーを結構いっぱい、後でまた足します。そしてレモンの代わりにちょっと美味しいお酢を、あ、もうもはやでもまだ他のちょっと予備があるんで、美味しいお酢を、美味しいお酢を、あららら、美味しいお酢をちょっとだけ入れて、レモンの代わりに入れて、千鳥酢を入れて、ちょっとね、ちょっと酸っぱめが好きだから。そしてですね、あ、ちょっと待ってくださいはい、レンコンができましたね。いいですね。あ、これ綺麗。なんかいろんな飾り物にいいかもしれない。なんかこれかわいいね。なんかこう穴あきちゃんが、あのパパはね、あのこうやってお料理を遊んでいても、遊ぶっていうかね、こう楽しんでいてもお腹空いててもなんかつまんでね、黙って待ってるって待ってる。私だったらもう自分のタイミングで食べられないとダメなんですけど、で今パパじーっと待っててくるんです。はい、こうやってこんな感じでケチャップ見えるかな、ケチャップ、はい。そしてここにですね、蜂蜜をちょっと入れます。蜂蜜を入れます。あの暮れにね、蜂蜜をね、これザクロですね、山桜だ。いろんな蜂蜜いただいたんですよ。山桜のちょっと桜の香りをしますかね。ほんのちょっとこれも蜂蜜入れます。ちょっと多いですけど、ちょっと今日甘めにお酢を結構入れたので、はい、あ、そっか、これすいませんね、皆様にそのアップを見ていただくにはこの方法が一番いいのかなと。はいはい、
なんだかわからないショートになりました。これがね、両手じゃないとね、できない。だからスタンド置いとくといいのかな。スタンバイミー、もうちょっと何しようか。これね、作っとくとね、食べられるのでね。こんな感じでサウザンはブラックペッパー、あ、ご飯炊けた。ちょっとパスタ炊けたやつ、こうちっちゃいおにぎり後で作ってあげようね。結構ね、ブラックペッパー入れても、昔はこれにね、ガーリックのすりおろし入れたんですけど、なんでしょう、なんかこう私もパパもちょっとこうさっぱり系が好きになってきましたね。レモン汁とかね、なんかそういう柑橘系があるとオレンジでも何でもちょっと絞るとね、いいですね。こんな感じです。これでドレッシング出来上がり。はい、それではですね、メインイベントメインイベントに参りましょう。ちょっとこれリンク取っちゃうか。なんか画角に気になるものありましたか。これちょっと今揚げたやつ、もう皆様お待たせして、今年もはい、これでメインイベントができました。ドレッシングもできました。ちょっとこっち置いておきますね。ドレッシングできました。トッピングもできました。サラダちょっとあげとこうか。これね、水につけてしまうと栄養素だと思うんですけど、50度洗いしてちょっとシャキッとさせました。でこれで後でよいしょ、胡椒に反応したから、これでこれで絞って、ここがね、ちょっと今スカスカなので、新しく買った食器を全部整理しようかなと思って、ここからね出せるように、ここが今ね、ほんとほぼ使ってないのでもったいないなと思って。はい、それでは本日のメインイベントこれ赤コーナー青コーナーとは違いますね。なんかね、ちょっと違いました。それとこれとは別、ちょっと一回流そう。メインイベントイベントです。今日はもうお許しくださいませ。今日のメインイベント、それではあのメインイベントは冷蔵庫から登場でございます。入場いたします。これおいしい。これスナック菓子になるな。これは最高だ。それではですね、今はい、あっちくないし、もう消えてるのでちょっとのけます。大元が切れてるので絶対火はついてて、でもつかない。これをこれぐらい割っていいかね、なんかおしゃれっぽい。それではいきます。取ってまいります。メインイベント、おお、開くかな、開いた。タンタタタン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 
タンタララタタタタタタせーあこっちかせーのダダダダダダダうわこれは何でしょう。お気づきですか。こちらでございます。もうこちらが名イベントでございます名イベントすごいね。これなんでしょう。わかります。これもう分かってらっしゃる方は分かってらっしゃいますよね。私分かんなかったけど、生ハムでございます。今日のあチーズがなかったか。こうやって削ってね、最後にパラパラっと、まああるもので、もう冷蔵庫整理で今日はあの1月2日でございますけど、あのサラダでございます。メイン料理がブワー、これはすごいということで、これが何がすごいってね、これあの、ちょっとお歳暮で毎年お歳暮をくださるのが所属プラ入れて、せーの、所属入れてない、所属プロダクションの箱崎社長のお母様が毎年お歳暮くださって、こっちがお世話になってるのに、はい、お歳暮でございます。ちょっとすいませんね。はい、こんな感じです。これがですね、なんとこういうキットがついていて、ナイフとかでここに刺して、でこうやって、でこの切り口は乾燥とか、やっぱりその、酸化が あれなので、すぐラップをしてくださいって書いてありました。でこうやって生ハムをいただくって、まあよく考えてくださってますよ社長。あれはお母さんとね、なんかねデパートにね選びに行ってくださるんです。毎年なんかありがたいね。で私ね、まだちゃんと説明書読んでないんですよね。おついてました。なんか私にできるやろうかこれちょっと不安になってきた。ちょっと不安になってきたけど大丈夫か。説明しようも、説明書、まず板をしっかり刺すんだ。まず板を刺して生ハム台を組み立てます。組み立て後は分解できません。置いといて生ハムを出してきてポンと乗っけて添いで食べるっていうね、はい、これはもうあの組み立てたらそのまんまだって。あらでね、箱崎社長にしてみれば、なんかねこの画面いっぱいぐらいのねなんかイメージだったんですって。でね、これなんだ小さかったって、あの暮れにがっかりされてたんですけど、箱崎社長これ食べきるまで大変ですよこれこれでこんな大きいのが来たら、はい、ですね、真空パックから生ハムを出し、生ハムを台にセットします。ガチンとガチンといきます。でこの時スライス面が水平、スライス面が水平になるようにします。ここか、ここだ、ここが水平になるようにします。そして奥から手前にナイフを左右に動かしながら、こうですね、こうやって動かしながら手前に手を切らない、あ、十分注意します。はい、そしてあ、このやり方と、それからミニハモンイベリコのスライス、ミニ、あ、でもこれは違うわ、これはミニハモンイベリコじゃないんだ、これはプレミアムミニハモン、プレミアムミニハモンでミニハモンイベリコじゃないんだ、プレミアムミニハモン、覚えました。なんか覚える癖がついてる。ミニハモンプチモニ、トゥ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 、はい、ちょっとパパが待ってるから急ぎましょう。はい、それでは それだけだよね、できますよ。まず組み立てる、
これってまな板じゃなくってこのここの上でやった方が滑らないかな。これね、滑る？大丈夫？そしてこれをまず置く。置く。そしてね、この組み立てはちょっとこちらの画像で皆さんご覧いただいてるので、あのショートには取らないでいきますね。これではめたらもはやこれはこうでもいいの？こう？こう？関係ない？はめます。はい、後戻りはできません。こっちで8日で、こっちはこれ組み立てたらもう外れないって言っても外れるけどあ、こっちが外れた。あ、そういうことか。そういうこと。これいいね。よし、よいしょ、いきますすいません、いきます。それでこれをこれをまず取るか。これをこうやって、これ迫力あるわ。迫力あるわ。3、2、あ、こうやってなるんだ。こうやって。なんか最近で画面が揺れるんです。やんなっちゃん、こう脇を閉めてカメラマンのよ。すごいわこれ。これだけ生ハム食べるってすごくないですか、この量を。あ、ここに、ここのギザギザのとこに刺す、もしかして刺さるというか、もう一回このサイズでどうやったら迫力ある。これか、これだな。ちょっと文字が逆さまになるか、これいいか。ちょっと文字逆さまだけど、ちょっと読んでいただいて、これか。迫力が3、2、はい、それではいきます。あ、その前にサラダを作らないと。サラダを作ってそこに乗せていくね。よしよしよし、そうしよう、そうしよう。ちょっと新しいやつは持ってきます。パパ大丈夫？お腹すきすぎて。あ、すきすぎてないです。すきすぎてないですか、うん、はい。いや、ももさんとまったり。ももさんマッサージ、いいね。これね、お丼用にって、かっこの卵型の、これに入れてみようか。まず、いやー、これは楽しいイベントになりましたね、私的にね。まず野菜、あ、そうそうそう水切りをしないと。パパがあのカイワレが好きだったっていうのを最近知ったっていうねちょっとレタスちゃんを、まあ、グリーンの方がでね、この
レタスの繊維をあの包丁で切らないでちぎった方が美味しいっていうふうにあの教わったんですけど、私はこのねレタスだけはこの包丁で切ったこの歯ごたえが好きなんですよね、なぜか。止まんない。こんなに楽しめるなんて最高やね。サラダだけでこれだけ楽しめる。わ、やっぱりこの感覚がすごい可愛い。なんか卵型が嬉しい。周りも好きだからね。ほうれん草たっぷり。そしてトメイト、トメイト輪切りの方が良かったか。一家大きいからトメイト。サラダにこんなに時間かけてパパトマト好きだからトマトいっぱい入れよう。それでは盛り付けを、スナップエンドちょっと切ってみようかね。私はこのままいっちゃうけど、パパ用に斜めに切って、あのショートの方があの YouTube のショートは1分までだと思うんですよ。1分だとなかなかねあれもこれも映せないので、なんとなくこう分かるかなっていう。あ、玉ねぎドレッシングにも入ってるんですけど、このね赤玉ねぎが入るか入らないかです。このスパイシーさがちょっと違ってくるんですね、パンチがね。私は入れて、でこういうねあのやってるとこも本当はそのままパンパンパンって入れればいいんでしょうけど、見れますかね。はい、見れなさそうなアップをちょっと後でショートでね上げさせていただきますね。ありがとうございます。たたってたりらりた、あ、ご飯だけだ。後でおにぎりをパパに、よいしょ。そしてトマトを、なんか本当私も盛るのがね下手くそなので、普通のサラダになると思います。見た目はねすいませんね、でもいろいろ入ってますのでねお許しください。なんかひーちゃんみたいになってきた入ってますでね、これでじゃがいもじゃなくてかぼちゃ、ね、これだけいろんなものが入ってたらバランスがいいんじゃないかなと思うんですけど、もう皆さんまだきっとおせち食べてらっしゃいますよね。うちはねもう一回こっきりなんです。次の日からもうカレー食べたりね、普通の食事カップラーメン食べたりね。カップラーメンは私は年に本当に3回もないぐらいなんですけど、このぐらいにしとこうか、あとでまたね足せる。であの湯がいた人参をちょっと忍ばせて、野菜いっぱいで忍ばせて、私はあとでまたね追加できるのでね。はい、ということでこれであとは、スナップエンドウを、あ、これやっぱり大きい方がこうやって刺さるよね、こうやって
スナップエンドウを、あ、くしゃみ出そう、くしゃみ出そう。スナップエンドウで、なんかあのスナップエンドウがどこにあるかわかんない。でも綺麗ですよねこれね。えスナップエンドウがどこだかわからない状況ですが、そしてパスタ、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 あ、なんかすっごい、なんか綺麗綺麗、なんかいろんな色が混ざってて、混ざりすぎっていうのもなきにしもあらずなんですが、このパスタがちょっとあるだけで、これちょっといろんでもあの形がねくるくるがあったり、あのいろんな形があるので楽しい。こんな感じかな。ちょっとね少し見栄えを考えてます。これハム切るとこう両方こうやってやったらどうやって撮るんだろうね。動画動画。そしてこれはハムの上かなね。じゃあこれでこれに乗っけます。さあドキドキの瞬間になってまいりました。ドキドキの瞬間になってまいりました。これ全部これビニールを取らずに上だけ取るって可能なんだろうか。これ全部取った方がいいんだろうか。なぜこういうもの食べたことがない、食べたことがないから、これ全部取っちゃうの。あ、柔らかい。柔らかい。これなんかビニールこのまんまでいきたいですよね。で熟成された初めての香り、はあ、熟成された匂い、こんな体験できないですよね。箱崎社長、そしてお母様ありがとうございます。なんかお正月から楽しいよ。出まいりました。でこれをここに、本当は刺すんだけど私ビニールを取りたくないので、このまんま、そしてこの包丁を、私がドジやるんじゃないかって皆さんドキドキしてます。大丈夫ですか。慎重に行けますのでね。今ね50度出してます。お、ビニールがくっついて、
か。ドキドキする。動かないのでちょっとトライしてみます。トゥ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 ルルル1。切るにやっぱり両手じゃないと。ちょっといただきます。めっちゃうまー。うん、チーズっぽい感じもする。ちょっとこれ後で食べる。うん、多分岩塩今ねサクっていう、うん、やっぱりこうやってがっしり持ってやらないと。ちょっと1枚これ今まで食べたことない味だ。がっつり持ってで、これ薄く切るには切れないな。あ、平行にすればいいのか。おお。これは気をつけなさいってことね。わかりました。ちょっとねスタンド持ってきます。お待たせしちゃうと思いますけれど、すいません。スタンドバイミー昨日持って行って持って帰ってきて、スタンドバイミーで消毒をして、どこ行ったスタンドバイミー、あの自撮り棒、スタンドバイミー、そこにはない。テレビの、あ、テレビのところ、テレビのところにはあれどこだろう。皆さんもお待たせしてすみません。今見つけて、昨日、あ、これでいいや、これでいいや、古い方で。ある。うん。ただ縦が取れないんだよ、これ古い方。お待たせしました。昨日使ってね、こうやるでしょ。でこのね縦がね。取れないってことはこれができない。どうしたらいい。これを緩めてこうして、いやーお正月から頭使うな。でね、もう一個の新しい方のやつが壊れちゃったので、この古い方なんだけれど、どうしよう、こうしよう、よしよし。
これこうやって苦労して撮ったこの動画が、あ、これかみたいな。はあ、ちょっと待った、どうしようかな、こうしよう、こうなった時に、いいんじゃないの、ちょっと、あの、乾燥しちゃうよ、ちょっと。ちょっとこれチェックして、一発 OK かな、一発 OK かな、ちょっとチェックだけして、後で皆様にご覧いただけるように。トライさせてください。今ので十分 OK なんですけど、これだよな、こうだよね、こうということは、ここここだよ、ここここここ、これだよ、これこれこれ、ちょっと誰か持ってて、どうにもこうにも、ニッチもサッチもどうにもブルドッグだよね。これだよ、これこれ。ちょっと待って。ティッシュがないのがいけない。これで止まるわけがない。こっちが斜めになって、誰か押さえて、わかった、よしよしよし、行くぞ行くぞ、手動が一番いい。
べましょうね。ちょっとお待ちください。今ね、手が挟まりました。どうなってるかというと、ここに手が、ここに手が挟まって。よし。はい。ということで、ちょっとここラップかけちゃいます。これはうまいでしょう。すぐね。ちょっと酸化が、はい、こうラップをかけて、エスパーニャ、それではこれでいただきます。エスパーニャ、エスパーニャ、エスパーニャ、生ハム、これ生ハムドーンといきましょう。ドーンとね、この生ハムをドーンといきましょう。これは噛み応えあるよ。ちょっとこれはね。そしてこのレンコンを乗っけまして、これね、本当に思いつきなんですよ。思いつきなので作ったこともなければ、よし、これでいこう。それでは最終的にさっきの脇で抱えたやつは結局カラカラの脇で抱えたやつは結局こうやってる間にこっちがここだけで、これがちょっとどうしてもこっちがこうやって動くの。はい、いきます。エスパーニャ、うちではちょっとありえない感じの。じゃあちょっと私の方にドレッシングかけますかね。パパは好みがあるからね。パパすごいよこの生ハム。ちょっと取るね、うん、なんか無駄なカットでした。ありがとうございました。それでは皆様、後でちょっとまたねアップ載せときますね。こんな感じです。あとこれにちょっとね小さなおにぎりをねパパに握ってあげたいと思います。ありがとうございました。ね、あっという間のお正月、昨日一日が過ぎて今日も2日目でございます、ね、できるだけ皆様ゆっくり楽しめますようにお正月を。ありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございました。それでは。